レーダー氏、イスカンデルが、イスカンデルの落下が停止いたしました。何？イスカンデル近辺に超重力反応、マイクロブラックホールか何かによる重力干渉と思われます。この前気な。だがイスカンダルの落下を止めてくれたことには感謝しよう。我々が直接手を下して停止させる手間が省けたというもんだ。そして今度は貴様らがサンザーの灼熱の炎へと落下する番だ。全艦進軍開始。あのハエどもを今度こそ叩き落とすのだ。敵艦隊が接近してきます。総攻撃です。接触まであと35分です。外、このままでは我が艦隊は。全艦イスカンダル星への降下準備を取れ。は降下だ。せめてマザータウンだけでも守りきらねばならぬ。そうそう、お言葉ですが、イスカンダルへ降下することは危険です。我々ガミラス人は短時間なら真空の中だって生存が可能です。宇宙空間に偏在する放射線が我々の体内代謝を助けてくれますから。しかしイスカンダル地表ともなればそうはいきません。大気には濃密な酸素があふれ、我々が呼吸する硫化水素は皆無。代謝を支える放射線もありません。携帯用のガンマ線放出アイソトープと硫化水素ボンベの数も足りません。もしイスカンダル地表で艦を損傷し外気にさらされた場合、それはそのまま死を意味します。わかりました。外がそのお覚悟なら、このタナが共に命を懸けさせていただきます。すまんな、タナ。全艦に通信をつなげ。は諸君、我々はこれよりイスカンダル地表へと降下する。諸君らも知っての通り、イスカンダルの大気は我々にとって猛毒。未だかつてあの星へと降り立ったガミラス人はいない。だがしかし、今無法なる手の者により、我らが母なる星だけでなく双子の姉妹でもあるイスカンダルまでもその危機にさらされている。自分たちの母だけでなく同胞までも守れずして、何が栄光か、何がガミラスか。これは命令ではない。依存のある者は艦ごと転身せよ。もしそうしたとしても処罰はせず。だが覚えておけ、退く者はこれよりガミラスを名乗ることを許さん。再び相まみえた暁によ、敵として葬り去る。反対の者はおりません。我ら全員総統と共に歩むつもりでございます。その行く先がどこであろうとも。全艦大気圏突入準備。大気圏突入準備、急げ。外、大気圏突入モードに移行するまでの時間は約20分。その間我々は完全に行動不能になります。もし敵が進軍を加速すれば、この無防備な状態を突かれてしまいますが。信じるのだ、タラ。
我らの進む道にガミラスに栄光を。栄光を。敵艦隊、先ほどより動きを完全に停止しています。敵もようやくは諦めたと見える。いや、それとも正面から差し違えるつもりででもいるのかな。どちらとて構わん、蹴散らすのみだ。全艦加速、一気に殲滅するぞ。敵が加速を相当。敵の到着時間と我々の大気圏突入準備の終了時間が重なります。天はどちらに味方するでしょうか。愚問だぞ、タラー。交戦可能距離まであと120宇宙キロ。各方門エネルギー充填開始。あと80宇宙キロ。あと50宇宙キロ。敵艦隊依然動きません。覚悟を決めたか。全訪問敵機関に向けよ。大気圏突入モード、移行完了。敵の砲撃可能距離まであと15宇宙キロ。総員戦闘態勢、全艦第二戦速。第二戦速。イスカンダル大気圏へ突入開始。ガミラス艦が効果を。レスラーは、いえ、ガミラス人は今までただ一人たりともこのイスカンダルへと降りてきたことはありません。この星の清浄な環境に彼らは耐えられないからです。しかしスタシア、彼らは現に降下してきているんだ。デスラでは、大気圏表層通過時にビームが減衰し、威力が落ちてしまいます。こしゃくな。おい、敵が逃げるなら追い詰めるのみ、追うのだ。しかし、現在ほとんどの艦が宇宙戦闘モードに固定されています。現状で大気圏突入が可能な艦は後続の艦隊全体の3分の1ほどに過ぎませんが。構わん、それだけいれば十分だ。今すぐ降下し、逃げ場を失った敵どもを一掃するのだ。そしてついでにイスカンダル地表にあるあの目障りな町も一気に掃討してやれ。はっ。相当かった。敵が分散し、一部が大気圏降下態勢に移りました。追いかけてくる模様です。このまま降下し、マザータウンの周りの海へ着水しろ。敵は必ずマザータウンをも狙ってくるはず。命を懸けて死守せねばならん。
近中。予想外の速度です。エスラー機雷を打ち上げろ。邪悪な奴らめ、突入部隊に立て、一刻も早く機雷原を突破し、一貫残らず撃滅するのだ。何隻かの敵が機雷をくぐり抜けました。そのまま追撃してきます。総統、機雷原が突破されるのも時間の問題です。全艦が効果を続けつつ、機雷網を突破してきた敵を撃破せよ。マザータウンに敵を近づけるな。将軍、新たな敵を本艦のレーダーに捕捉しました。将軍、新たな敵を本艦のレーダーに捕捉しました。目標を追撃。目標をロック、追撃開始。目標をロック、前機敵を追撃します。デスラー砲発射用、チャージを急げ。第4部隊、戦闘態勢に移行。
こちら第三部隊、緊急事態、緊急事態、援護を求む。準備よし。デスラー砲発射。
統閣下、交戦中の敵部隊を完全に撃破いたしました。機関全速前進。こちら第4部隊、交戦中の敵部隊を完全に撃破いたしました。撃沈しました。